おー、こういうパターンできますか。こんにちは。はい、めっちゃ昼間です。おお、季節の話題。うん、はーい。そうだ、お花見セットのレシピをお送りしてくれたの。はーい。あー、優しい笑顔が。はい、じゃあどうも、こんにちは、ピヌさんですね。2時2分です。まあ、やることはメールのチェック、そしてたぬき商店に行って何か商品を買う。めっちゃ買ってたね、なんかいろいろ。まあ、これは後で回収しておきます。まあ、特に必要なものではないので、コレクション的な。わあ、めっちゃみんな楽しんでますな。あら、マールもメガネかけてますけどね。まずは僕はたぬき商店に行って何かね、家電とか欲しいですね。おお、いらっしゃいませ。あ、ティーセットはね、持ってるんで特に必要ないんですけど、センベル、いやー、買っちゃうか。はーい。んで、これはシュレッダー、あ、レコードボックスね、買っちゃう。よーし。換気扇、換気扇いいね。安い。これも買いますよ。で、パイロン。パイロン800ベルぐらいでしょ。いくら ?630。思ったより安い。買っちゃう。これはね、なんか赤く塗りたい。赤か黄色？よーし、オッケー。で、今日はさ、まあ特にやることは、あともう日々のルーティーンしかないから、化石掘ったり、魚釣りしたり、か。あ、でも、新しく完成した橋を見に行ってもいいし、新しくね、もう一個の橋を作ってもいいかもしれませんね。まあちょっと出ましょう。じゃあね。はーい。橋を見に行きましょう。これ、三つおさんの家か、小津さんの家はちょっと移動してもいいかもな。あ、橋ありますね。まあ一応、やっぱりできると楽よね。橋もう一個ぐらい作ってもいいかな。ちょっとマップ的にはさ、あ、今ちょっと見づらいな。ここは見づらいっすね。まあ次橋を作るんであれば、候補としてはここかな。うん。まあね、今左側に橋が一本あって、あそこが高飛び棒なくても行けるようになりましたね。あとはここと、うん、まあその隣の中洲、1、2、3、 あと4本ぐらいは必要か。そうですね、橋、うん、まあ建設予定地ぐらいはしておきますか。ちょっと社長のところに行って、橋建設キットだっけ、もらってきましょう。あ、あとそうか、しずえさんが何してくれるかちょっと話聞こうかな。ラジオ体操してますけど、ちょっとなんか悪いっすね。
あ、どうも改めましてピヌオと申します。よろしくお願いします。はい、はい。相談？何があるかな？融資？どんな相談があるんだろう。島メロ、島の旗、島民について。島メロとは？あー、なるほど。メロディー、ちなみにこれを流すと、おー、これをなんかこうできるわけだ。まあ別にこれでもいいんだけど。まあなるほどっすね。了解っす。そういう才能はないんだ。楽譜を見てね、打ち込むのはできるんだけど。島民については、これ島の旗も多分、マイデザインで変更できるみたいな話だと思うんだけど、一応聞くか。はい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 。あ、やっぱそうだよね。マイデザインで。マイデザイン。いやー、別にヒデムシ。する必要もないな。オークスも違うしな。美味しい山形も違うしな。なんか、それっぽいの考えたらね、やりましょうか。はい。で、島民については？あ、トラブル。あ、不愉快にさせるような口癖やクソは注意すると。なんとかして。ああ、そういうことか。追い出せるんだな、頑張れば。いや、でも必要ないな、これは。特に。まあ、基本的に意地悪なやつっていないっすからね。なんでもないです。はーい。で、まあ、社長に橋のキットをもらうのは別に後でていいから。おお、なんだ。ショッピングとかね、見ましょうか。マイルは変わんないけど、ショッピングは商品が変わるはずだから。ホースリール。まあ、買ってもいいか。オラ、T シャツ。こんにちは、T シャツ。まあ、これもあってもいいな。服ね。マリンシューズ、色違い。まあこんなもんか。そうっすね。じゃあ橋の予定キットをね、もらってきますね。さあ、橋の予定キットをもらってきたので、まあここにかけましょうか。まあこれくらいかな。右に移してもいいかもしれないけど、ああ、まあね、まあいいんじゃないですかね。 OK。 よーし。じゃあ日々のルーティンをね、していきます。はい、日々のね、ルーティンを終わって、まあ、イースターがあるんで、この橋がね、できる、ここの中洲をなんかイベント広場みたいにしようかなと思って、今、作れるだけのイースターの、なんでしょうね、家具とかを作ってみたんですが、まだちょっとね、華やかさに欠けるというか、ちょっと中途半端ですよね。
これをね、1週間くらいかけてなんか華やかな感じにできればいいなとは思うんだけど、まあこの辺はね、日々の努力と私のセンスがね、どういう感じになるかというところですが、まあこれをまあ1週間の目標にちょっと頑張ってみようかなと思います。というところで今日はまあこんな感じですかね。はい、というところでご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように。ピヌさんでした。またどうぞ。